ハレンさんこんにちは、アカンですよ。今日からですね、この赤髪の冒険家の復刻ガチャが始まりました。なのでこの復刻フェスガチャチケットを使うことができるんですけど、まあ、これの有効期限はまだまだありまして、11月の28日まで使えるんで、あとまあ5回ぐらいの更新がね来てもまあ使うことができるわけですよ。なのでまあ置いといてもいいと思うし、まあ毎日1回無料もあるんでね、まあとりあえずこれでまあこの最終日の10月3日まで引いていって、どうしても赤髪が欲しかったら復刻フェスガチャチケット使うとか、あとまあこのエースジェル150個、まあ、普通枝250個いるところが150、まあ、ちょっと多めやけどね。たまにこれ50とか100の時とかもあったりするが、ちょっと多めではあるんやけど、これを使うと、まあ、10% の確率で赤髪の冒険家が出るっていうチケットをもらうことができるんで、我こそは運がいいぞっていう方はこっち引いてもいいかなと思います。僕は2週間前の追憶ティナーの時は当たらなかったんで、僕はあんまり信じてないですね。で、一応5個目の時にも同じようなやつをもらうことができて、10個目まで行くと確定でゲットすることができますんで、まあ、どうしても欲しいっていう方は、まあ、ここまで引いていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、先ほど見えた通り、前回追憶ティナやったんで、まあ、多分ね、赤髪、そしてテレシアっていう順番に来るんかな。いや、テレシアって前来たから、自分ごめん、あんま覚えてないでいいけど。まあ、でもね、これから何回もこの復刻ガチャが来ると思いますんで、次何が来るかっていうのはね、ちょっと楽しみなところではあったりするんですけど、まあ、予想は、ちょっと僕はすることができないんで、まあ、とりあえず、待ちでもいいかなと思うけど、一応この赤髪が強いかどうか今から試していきたいなと思います。で、まあ、この子のギアに関してなんですけど、ラケットに関してヘリオブライトで良くて、まあ、赤髪の冒険家がね、当時強かった時はね、ミラーがすごい多かったので、ラケット落としが絶対効かなくなるっていうスロットスキル3をつけていたんですけど、今はほとんどいないと僕は思いますんで、SS 動画量アップを使ってやっていきたいなと思います。あと、この子スインゲラ広がらないっていう性能もありますんで、普通にダメージをね、カットする靴に、あと着弾点も見えないので、ポイントごと13秒間相手のだけの着弾点が見えるってやつをつけていて、エンブレムに関しても、まあ、着弾点が見えるやつをつけております。で、まあ、この子イメチェンでチビキャラにすることができるんですけど、これが選択できない方はね、ビクトリーメダル22枚で交換することができますんで、まあしたかったらですね、そちらで交換してやっていただけたらなと思います。ということで、今からこの子を使っていきたいなと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2761で、何あの、オスクロール入れてるやん。なんか縮小とかかけるやつ。あと SS ゲージダメージがも与えてきて、結構厄介な子やねんけど、俺あの子持ってないんですよね。ずっと欲しいなとか思いながら、キャラプレのところに入っております。みんなもうキャラプレ交換したんから、俺まだ一応置いてんねんやんか。霞が今回対策されたからさ、ちょっとほんまは対策されへんねやったら霞取ろうかなとか思っていたんやけど、対策されてしまったんで、私は今悩んでる最中ですね。うわ、非遠征来ると思った。走る早いな、赤髪。よいしょ。いや、くそ。今の間に合えへんかったんは、もうしょうがないですね。さあ、俺は霞と戦うのか。霞は、赤髪で勝つんで、厳しいんすよ、正直。いや、勝てる時も全然あるんよ。あるんやけど、圧倒的に負けることの方が多いですね。まあ、取っていければ別なんですけど。まず、飛燕来る。はい、取りました。で、相手もう SS 打てるから、あ、怖い怖い。相手消えたまま飛燕飛んでくるのか、突き刺さる球を姿現して打ってくるかな、どっちかですね。はい、打ってきました。で、これでラケット落としの方にしてあげると、あとこの子打球硬直向こうあるから非常に戦いやすい。あれ、霞ってなんかラケット落ちたような記憶があんねんけど、全然なんか落ちひんななんでやろ。そうか、 SS 打ったら飛燕返ってくるのはちょっとみんな覚えとかなあかんな。あ、しかも SS 改変強制発動食らっちゃった。これあれか、このこっちのモードで体力からした方がいいんやったかな。決まった。なんか姿消えてるからさ、なんで決まったかいまいち分かれへんみたいなパターンがマジで多いんよな。よいしょ。これは相手もうすぐ SS が飛ばせるから、私はそれを警戒して。オッケー、取った。素晴らしい。で、これスマッシュしてからの、危ない。相手も全打球ジャストやからね。よしよし。これで、いいのは、この雪だるま出した次の時に SS 打つのがめっちゃいい。なんで決まったん？いや、マジで。なんで、あ、体力なかった感じなのかな。え、どっちで攻めようかな。じゃ、このラケット落としのやつ、打ってからの方が好きやねんけど。なんで決まった？入ってくれ、2戦目やっていきたいなと思います。相手レート2841で、うわ、アイリス、ちょっとな、アイリスもアイリスで、えげつないオンザボレーとかも打ってくるから、ちょっと厳しい感じはするけど、俺はもう最初から最後までずっと赤髪の冒険家を出していこうと思う。ただ、この子初手性能強くないから、絶対他のキャラ、初手キャラ、なんかいい感じのやつがおるんやったら、その子使った方がいいと思う。俺の場合やったら瞬間移動ラケットも出してる、このアイリスを出すかな。よいしょ。
これで、まあ、SS は多分俺の方が早く溜まると信じてる。そんなことはないかもしれないが、とりあえず撃っていって、で、まあ、相手は、飛炎 SS やから、まあ、それだけ警戒しとけば、まあ、そんな早くはないと。お、ロケット落ちるんやったら結構いいですね。ただ瞬間移動されちゃったから、まあ、あのラケットの効果が切れたら勝てる感じかな。いいね。相手真正面からなんか雪玉に当たってない。避けようよ。俺が結構いい感じの、配球ができてるとかそういうことになるから。ちょ、SS 打たれへん。はい、いいね。ラケット落ちた時に、まあ、SS を打っていきますと。多分相手はもうアイリスが嫌なんちゃうかな。いや、わからん。時止めの、あれを打ってくる可能性あるけど、こうへんかったね。オッケー。え、この子もラケット落とし効くんから。割と今の環境ラケット落とし効きまくる説ある？もしそうやったら激アツなんやけどな。ちょ、今ずっと避けられてんな。やべ、そうやねんな。この子雪コート適性持っててもな、この青の方に対してはこうやってツルツルしちゃうんですよね。このバーストの時のやつは。それはちょっと困ったなっていうのと、相手ラケット落とし効かへんかったな、今。じゃあ、あれですね。この地面ゴリゴリモードでいきます。これで体力枯らせるはず。わからん。相手が何ギミックも加わったか覚えてない。あと相手、飛炎 SS と、あとレフコス持てる。これは無理。飛炎の可能性もあったから、さすがにちょっと飛炎をカバーしに行ったけどダメでしたね。あと、灼熱ストームで撃たれてるから、まあ、ちょっと普通のキャラクターとかやったらね、雪コート適正のキャラは体力なくなっちゃうんやけど、このアナザーアクションボタンがね、白の状態の時やったら、まあ、スタミナの概念が存在しないので、まあ、これによってですね、まあ、体力枯れなくなりますと。あ、やばいやばい。ち、厳しいな。ちょっと待ってよ。いや、これ地味のツルツルするん強いんよな。マジで。すごい戦いにくい。せっかく雪コート適正のキャラやのに、そんなツルツルされたらね。なんならさっき相手やってきとったけど、SS のタイミングにツルツルしてくるんがだいぶ強い。マジで。なんか思ったよりそっち行くみたいなんでさ、ちょっと本当に取りにくいからあれっていうのと、あと相手あれやな。バーストゲージめちゃめちゃ余ってるから、あれなんですよね。ツルツルし放題なんですよね、今相手。ピンチです。普通にピンチです。打球硬直向こうあるから、まだある程度いけてる感じはある。で、相手、飛炎、危な！この氷がね、通り抜けれないんですよね。それもやばい。で、相手もうすぐ飛炎生するってる。で、体力結構なくなってきてるの、熱い結構。よいしょ、はい。これで。いやいや、ちょっと待って。あと1点、あと1点だけ取らして。いや、ちょっと待って。よいしょ、はい。相手、デーバウンドのボレーは、ちゃんと取っていって、アウトだけはすんなよ。オッケーオッケー。で、いやー、それダメ！いや、多分な、青銅は勝たれへんと思うわ。ちょっとほんまに戦いづらい、これ。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。相手のレート3083のナンバー付きで、かつ、かすみと、エレノアじゃないわね。誰やったっけ？エミリアと、あと青銅がいるって感じになっているんやけど、青銅、かすみがいいね。その子に来てほしかった。まだ戦ってないからね、今日。ちょっとそれ無理。まあ、このね、赤髪の冒険家は状態異常無効がついてんのかな。なので、凍結は効かないんですけど、これ触りすぎるとちっちゃくはなっちゃうんで、そこは注意してくださいね。一回触っとくか、いっぱい。三回触ったらやったから、ちっちゃくなっちゃうんですよね。そうしたらエリアが狭くなるから、こうやって失点するんで、まあ、極力、避けて戦っていただけたらなと思います。で、この対面に関しては、割と、赤髪が有利や、あ、どっちやったかな、ごめん、忘れた。まあまあ、それを今から確かめに行こうぜ。とりあえず、まあ、ちょ、ほんま、SS の角、SS ちゃうわ、スマッシュの角度よないさっきからシンプルに取れなくて失点してること多いんですけど。で、相手は SS まっすぐやから、まあ、それはちょっと絶対警戒しながら、まあ、相手は SS 打てるの今確認したから、絶対取っていくぞ。頑張るぞ。え、ちゃうの来た。違う。話と違うんですけど、なんかちゃうの来た。なんでそんなのすんの？ひどくない？せっかくさ、めちゃめちゃうまいこと、突き刺さる SS を空振らずに取ったのに、なんでそんなひどいことするの？まあいいや、とりあえず体力からして、OK。これで、はい。よし、前に行くことによって相手にスマッシュをさせないっていう作戦やってんけど、それは失敗しましたね。で、体力なくなったから、ここでボレー。いいね。いいタイミングにね。SS 改変強制発動で、まあ、飛ばされる前に決めていきますと。さあ、相手はもう諦めることでしょう。あ、そこでその子か。で、相手もう SS 溜まってると思うから、飛炎 SS 警戒、OK。はい、取った。で、ドロップくる。はい、取れる。走り早いからね。よいしょ。これで、あ、ツルツルは非常に戦いにくい。マジで。マジでやめてほしい。ちょ、やめて。ちょ、ほんでこれ、ラケット確か落ちひんかって、さっき。わからん。さっきの人がラケット落とし向こうつけてただけかもしれへんけど。いやー、マジでデュース持っていきたいな。デュース持っていったらまだ可能性はあるわけですよ。赤髪ってマジでね、すべてのキャラに対して平等に強いっていうのがいいところなんでね。高波にやられました。はい。まあ、赤髪は別に最強ってわけではないので、150エースジェル使ってまで取るまではないかなと個人的には思うんやけど、まあ普通に使いやすいからね。まあ取っても、まあ全然効果のないキャラなんじゃないかなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。